アルコナ級コルベットは、プロイセン王国海軍が建造した旗、半装コルベットの艦級。公式の艦種呼称は、甲板付きコルベットであったが、海外観測筋では、フリゲートとして扱われた。なお本級は、プロイセン海軍において、初の蒸気機関で航行する軍艦であった。1854年度海軍計画により、海外居留民保護など海外任務を行うための艦級として5隻が計画された。船体の基本形状は、艦首水面下に昇格を持つ、鉄骨木皮の船体に3本のシップ式マストと、中央部に搬送時には伸縮する1本煙突を持つ、当時の一般的な蒸気船の形態で、艦橋は2番マストの後方にあった。修理ドックの少ない海外で使用するために、水面下には腐食や汚れのつきにくい銅板が張られた。艦砲としては、68ポンド砲を原則砲法式で、片弦14機ずつ、計28機を装備した。その後、1869年にまず後期建て造艦3隻が22口径15センチメートル砲17から19門、及び23口径125ミリメートル砲2門に換装した。残る2隻も、1870年には22口径15センチメートル砲17門に換装した。ありがとうございます。